ジョルジュル・コントは、フランスの小説家、劇作家、文学、歴史、美術に関する著作もある。ソーヌイコールエイコールロワール県のマコンに、ジョルジュ・シャルル,ル・コントとして生まれた。パリで法律を学び、弁護士の見習いとなるが、やがて、ジャーナリズムと劇作の道に進み、1891年から、自由劇場で、わらと、幻影の2作品を発表した。 歴史に関する著述や美術批評も手がけ、印象派のカミリー・ユピサロやアルマン・ギオマンを愛好した。1908年、エコール・エスティエヌ・リジ、フランス文学者協会会長となる。1924年、アカデミー・フランセーズの会員に選出される。1946年にはその終身役員に選出された。レジオンド・ドヌールクンショー・グランクロワ受賞。 1958年8月27日、大腿骨を骨折する事故が原因で、パリで死亡した。息子は、ナチスドイツ占領下で、地下出版された文学雑誌、レットルフランセーズの編集長で、同じく地下出版された、人間の印の著者クロード・モルガン。ありがとうございます。